大久保マス八1873年、大久保マス明治11年12月七日は、維新の三傑の一人、大久保利道の妻。名前はマスとも。本人の手紙には、マスの字を使っている。薩摩藩士、早崎七郎右衛門の次女。七郎右衛門は、長期にわたり大阪倉屋敷の留守居役を務めた。弟は、早崎七郎、早崎玄吾。子は、 年数、牧野信明、年武、石原勝熊、吉子。安政4年暮れ、年道が27歳の時に結婚。年道が藩主の側近として京都や鹿児島を行き来する間、万十は鹿児島で家を守った。明治維新後も鹿児島で暮らしていたが、名友であった西郷隆盛との対立が表面化して、以降、大久保家の立場は厳しくなり、 明治7年に上京し、年道と暮らすようになる。明治11年5月、年道が清井坂の辺で暗殺される。万、ま、獣は体調を崩して病床につき、半年後の12月に死去した。明治天皇期では12月6日に死去し、9日の葬儀に宮中から直死が差し使わされたとする。死亡日は17日とする年譜もある。夫、年道と共に、 青山墓地に葬られた。東京に出てきて、わずか4年で亡くなったため、残された記録は少ないが、後年、早村の年広が、世田谷の自宅で唯一残るマスコの手紙を発見した。年道が、京都で幕府打倒の密計りごとに奔走している頃、札までの日常の細々とした報告の手紙であった。年道からは息子二人の米国留学を心配する。 妻をなだめる手紙や、欧米視察の際、旅先から妻を思う歌を読んだ手紙が残されていて、愛妻家であったことが伺える。利道は、厨房で五目寿司を作ることもあったという。大久保家には、ま、んじゅうの玉城として、小さな指輪が残されている。テレビドラマ、ありがとうございます。